かけんかったらええのにチョコ。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。何個か食べていきたいなと思いますので、生ガーナ、粉雪ショコラ、ゴーベショコラ、まあ好きですけど、まあ辛くても。やっぱ相変わらずなので、うん、一番といえど買う気はしないということ。うん、そもそもやっぱチョコレート。最後ですね。僕の友達がですね、これチョモさんに食べてほしいっていうことを言ってきた子がいて、うん、女の子。女の子です。間接的に告白ってことですね。意味わかんないですけど。おう！こちらです。佐久山チョコジロー。あのクッキーに、うん、あのチョコが塗ってあって文字が書いてあるんだけど、なるほど、ここにね、チョモっていう字がよく載ってるらしいんですよ。へぇ、あの引いて、うん、まあそれをちょっと言いつつ、はい、ようわからんかったんけど、これあちょぼって俺おちんぽって書いてるんかと思って俺のは、うん、あちょびまちょって書いてるわ。プリキュア、プリキュア。じゃあこれもちょっと食べていい？うんうん、うまい。一番うまい。うん、クッキーついてるから、うん、全然食える、うんうん、買ってもいいレベル、うん、買わへんけど。ダントツに食える。ね、うまいね、うん、おう！もう一個ですね、実は紹介したいものがあって、お、昨日ね、ちょっとあの松坂屋に行ったんですよ。ほう。で、そこで買ったチョコがですね、こちらです。ピューチャーン、ガタオフェストラハラダカプセルコーボレーションコラボレーション。ラスクのブランドなんですけど、そこがドラゴンボールのカプセルコーポレーション、おー、はい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 、とコラボレーション。へえ、すげえ、ブルマのおうちやん、はい、これね、缶が可愛いんですよ、これ。なるほど。まあまあ、このパッケージもボムって、あのポイポイカプセルを投げてる絵なんですけど、で、これ中がこんな缶になってます。あ、すごい、ロマンティックあげるよーですね。チョコレートなの？ラスクにチョコがかかってる感じ。中もですね、こんな感じで、ドラゴンレーダーが。あー、すげー。なんかこれも2種類あって、赤で大人のブルマの缶もあって、2パターンあって。これ中にそのドラゴンボールの、うん。そう、台座も。すごいなー、うん。金粉乗ってますよ。あ、ほんとに？ほんとは。いただきます。うん、いや、わかる、うん、好きな人は絶対好き、うん、ただ、うん、高そうなチョコレートって、うん、このチョコチョコしとんよ。ミルクたっぷり感もすごい、うん、チョコ好きな人は絶対好きと思う、めっちゃ、お、めっちゃいいと思う、うん、これね、価格もそんな高くないんですよ。まあ、この缶もついてるんで、うんうん、で、あとステッカーもついてるんですよ。これもね、一枚一枚これついてるの、これもなんか捨てるには惜しい、ね、いい紙、うんうん、これぜひあの義理チョコというか、あの会社に持っていくとか、うん、おすすめです。ドラゴンボール好きな方も、なんて読むのかわかんないんだけど、ブランドガテル、ガテアルフェスタ原田の、ブルマのですね、ガトーフェスタや。ガトーフェスタ原田さん。それだいぶきついじゃないですか、今日俺、うん、こんなに一日でチョコ食って初めて。マジで、うん、さあ、甘いものを食うってなると何を食うわけ？バナナチップス。少年ライブか。無印のバナナチップスが美味しい。あ、そう、うん、あとはね、飲み物の方で補う、甘いカルピスとか。おう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 。モンスターは何で飲んでるんですか？
疲れてるから女友達が多くて逆に異性に見られなかったんですよ。結構もらってたんだけど、うん、別に本命ではないのパターンなんですよ。あ、ギリチョコ、ギリチョコをもらって、ギリ返しするっていうのがすごく多くて、中学に上がってから、あの、本命のチョコをいただいたんですよ。しかも、学年一の嫌われ者の女子に。あ、学年一の、モテ、うん、モテっ子じゃなくて。まあ、ちょっとデブちゃんで、ブスブス言われてる子に俺もらったんですね。手作りのチョコ。あ、なんだそんな女の子にブスとか言うたら、ほんまに。で、それをもらって、みんな男子から冷やかされたんですよ、俺。そんなもん、捨てちまえとか。うん、で、俺はですね、学校の廊下の壁の角にですね、斜めに立てかけまして、スライディングキックで潰したという。で、最後その、折りたたみ傘ですね、ホームランしました。So, you know, the bobbleheads are always fun. I know a lot of people. 残酷。子供ってなんであんな残酷なんやろ。ともちゃんは、あります?バレンタインの。なんかこれと言ってピックアップするような思い出もないな、バレンタイン。嘘でしょ、そんなわけがないんだからって。そんなわけがない。あの、過去最高何個もらったの？学生時代とかで一番多かった時は20個ぐらい、うん、ライブとかでも。ライブってなると そこになってからのあれはもう数に入れてない、もうわからない。およそどんぐらいですか？100個はもらってる。もらってんちゃうかな。そうだよね。なんか悲しくなってきたな。今日紹介したチョコ、おさらいしていきましょうか。はい、最初に食べたのがですね、うん、生ガーナ、うん、ですね。ドロドロでした。はい。で、その次、粉雪チョコがドロドロでした。はい。その次は、神戸ショコラ。ドロドロでした。で、最後がですね、佐久山チョコジローでしたね。大チョキ。この中で言うと、うん、美味しいなって思うのは、うん、これ、うん、これ、うん、これ、これかな。あ、じゃこれが一番あれやった？俺は、うん、クオカードください。お、ね、そういう方がいいらしいんで、あの、ぜひぜひ、あの、チョモちゃんのライブに行かれてる方は。そうそう、俺、うん、バレンタインの、モテエピソードあったわ。お、ね、うん、これちょもちょ言ってみて。これ、うん、よいちょ。